悠仁様の進学。東大？千葉古大？悠仁様の進学先、気になる。悠仁様の進学先が話題になっていますね。東大？千葉古大？はたまた海外の大学？超な憶測が飛び交う中、一体どのような未来が悠仁様を待っているのでしょうか。秋篠宮家の次男である悠仁様は、2023年4月に学習院大学に入学されました。学習院大学は皇室ゆかりの学校であり、悠仁様の兄である悠仁様は学習院小とか中とか高とかを卒業されています。悠仁様の進学先が注目される理由は、将来天皇となる可能性があるからです。天皇は日本の象徴であり、国民の統合の象徴としての役割を担っています。そのため、天皇の資質には高い関心が寄せられています。悠仁様は幼少の頃から学習院で教育を受けてきました。学習院は皇室の子弟だけでなく、社会各界のリーダーを育成してきた伝統校です。悠仁様は学習院で培われた知性と教養をベースに、将来の天皇としての役割を果たしていくことが期待されています。しかし、悠仁様の進学先については、差はない意見があります。一部では、悠仁様が将来天皇になることを考えると、東大などの難関大学に進学するべきだという声もあります。東大は日本最高峰の学府であり、多くの政治家や官僚を輩出してきた歴史があります。一方、悠仁様が千葉古大などの実学重視の大学に進学することも、決して悪い選択肢ではありません。千葉古大は医工系分野に強い大学であり、近年では起業家やイノベーターを輩出しています。悠仁様が将来社会に貢献する人材として成長するためには、千葉古大のような実学重視の大学が最適かもしれません。また、海外の大学に進学することも考えられます。海外の大学は国際的な視野を養うのに最適な環境を提供しています。悠仁様が将来国際的なリーダーとして活躍することを考えると、海外の大学で学ぶことは大きな意味を持つでしょう。悠仁様の進学先はまだ決まっていません。しかし、どのような大学に進学するにしても、悠仁様が将来天皇としての役割を果たしていく上で重要な決断であることは間違いありません。悠仁様の進学先が将来の皇室の在り方にも影響を与える可能性があるため、国民の関心は高いと言えるでしょう。ネット上では、悠仁様の進学先に関する社内意見が飛び交っています。東大に行ってほしいけど、プレッシャーも大きいだろうし、本人が本当にやりたいことをやってほしい。千葉古大は実学重視だし、将来社会に貢献できる人材になるかもしれない。海外の大学で学んで、国際的な視野を養ってほしい。など、様な意見が出ています。悠仁様の進学先がどこになるのか、今後の動向に注目していきたいですね。進路？東大推薦は本当？悠仁様の東大進学、推薦入試の真相と疑問点。秋篠宮家の進学戦略、国民の反応は？悠仁様の進学先として、多くの人が注目しているのが東京大学です。特に推薦入試での進学の可能性が話題となり、様な憶測が飛び交っています。一体、悠仁様はなぜ東大を目指し、推薦入試という道を選んだのでしょうか。一部では、悠仁様の東大推薦入試に対して、疑問やの声も上がっています。その根拠は、皇室の伝統、学習院大学との関係性、そして、悠仁様の学力に対する不安など、様な要因が考えられます。今回の動画では、悠仁様の東大進学の可能性、推薦入試の是非、そして、国民の反応について、詳しく解説していきます。皇室の将来を担う、悠仁様の進路選択、その背景には、どのような事情があるのでしょうか？悠仁様の進学、なぜ東大なのか？悠仁様は、これまで学習院小とか、中とか、高とかと、学習院系列の学校に通われています。学習院は、皇室の子女が通う伝統的な学校として知られていますが、悠仁様は、大学進学にあたり、学習院大学ではなく、東大を選ばれたようです。なぜ悠仁様は、伝統的な学習院大学ではなく、都大を選んだのでしょうか。その理由としては以下の点が考えられます。学問への強い興味。悠仁様は幼い頃から学問に興味があり、特に自然科学分野への関心が強いと言われています。都大は日本を代表する総合大学であり、自然科学分野においても高いレベルを誇っています。悠仁様の学問への強い興味を満たすため、都大への進学を決めた可能性があります。将来の展望。悠仁様は、将来、皇室の伝統を受け継ぎ、国民のために尽くすことを目指しています。都大は、社会に貢献する人材育成に力を入れており、将来、社会のリーダーとして活躍できる人材を育てることを目指しています。悠仁様は、都大で学び、将来、社会に貢献できる人材になることを目指しているのかもしれません。国際的な視野。悠仁様は、海外の大学にも興味を持っているとされています。都大は、国際的な研究機関との連携も活発であり、海外の大学との交流も盛んです。悠仁様は、都大で学び、国際的な視野を養うことで、将来、国際的な舞台で活躍できる人材になることを目指しているのかもしれません。悠仁様の都大進学、推薦入試は適切なのか？悠仁様の都大進学にあたり、推薦入試が話題となっています。推薦入試は、大学が独自の基準で学生を選抜する制度であり、学力だけでなく、人物像や将来性なども評価対象となります。悠仁様の都大推薦入試に対しては、賛否両論があります。賛成派は、悠仁様が皇室の伝統を受け継ぎ、将来、国民のために尽くすことを目指しているため、推薦入試で都大に進学することは適切だと主張しています。一方、反対派は、推薦入試は公平性や透明性に欠けると主張し、悠仁様は、一般受験で実力を示すべきだと主張しています。推薦入試の是非は、議論が尽きない問題です。しかし、悠仁様が都大を目指し、推薦入試という道を選んだことは、日本の社会に大きな影響を与える可能性があります。悠仁様の都大進学、国民の反応は？悠仁様の都大進学について、国民の反応は様です。支持。悠仁様は、将来、皇室の伝統を受け継ぎ、国民のために尽くすことを目指しているため、都大で学び、将来、社会に貢献できる人材になることを期待する声があります。懸念。一部の国民は、悠仁様の学力や人物像に対する不安を表明し、推薦入試によって公平性が失われることを懸念する声があります。無関心。悠仁様の進学に対して、関心の薄い国民もいます。国民の反応は賛否両論ですが、悠仁様の進学は、国民にとって大きな関心事であることは間違いありません。悠仁様の都大進学。今後の展望は？悠仁様の都大進学はまだ確定ではありません。今後の動向に注目していく必要があります。しかし、悠仁様が都大で学び、将来、社会に貢献できる人材になることを期待する声は多くあります。悠仁様の進学は皇室の将来だけでなく、日本の未来にも大きな影響を与える可能性を秘めています。まとめ。悠仁様の都大進学は、様な議論を巻き起こしています。推薦入試の是非、国民の反応、そして、悠仁様自身の将来に対する期待など、多くの課題が山積しています。今後、悠仁様の進学に関する情報が明らかになるにつれて、議論はさらに活発化するでしょう。悠仁様の進学は、皇室の未来だけでなく、日本の社会全体に大きな影響を与える可能性を秘めていると言えるでしょう。の進学。東大？農大？悠仁様の進学、都大で本当にいいのか？世論の反応と今後の展望。秋篠宮家の次男、悠仁様の進学問題が大きな話題となっています。特に、東京大学への進学の可能性が取り沙汰され、ネット上では賛否両論が巻き起こっています。都大に進学すべきという意見？悠仁様は皇室の未来を担う存在であり、最高の教育を受ける権利がある。都大は日本の最高学府であり、そこで学ぶことで高い知識と教養を身につけられる。悠仁様の都大進学は、皇室の国際的なプレゼンスを高める効果がある。都大に進学すべきではないという意見。悠仁様は皇室の伝統や文化を学ぶ必要がある。都大はそれに適した環境ではない。都大は学問の世界であり、皇室の将来を担うための教育には適していない。悠仁様の都大進学は、一般の受験生に対する不平等を生む。東京農業大学への進学の可能性？近年、悠仁様は農業に興味を示しており、東京農業大学への進学も噂されています。東京農業大学は、日本で唯一の国立農業大学であり、高いレベルの農業教育を提供しています。悠仁様の進学は、皇室の未来を大きく左右する問題です。悠仁様がどのような進路を選択するのか、今後の動向に注目が集まります。世間の反応？ネット上では、悠仁様の進学問題に関する社内意見が飛び交っています。東大は学問の世界。皇室の伝統を学ぶには、もっとふさわしい場所がある。悠仁様が東大に行くのは、今の世の中の状況を考えると難しいだろう。農業に興味があるなら、農大で学ぶのが一番いい。皇室の未来を担う人材として、東大で学ぶことは重要だと思う。悠仁様の進学問題、今後も議論が続くでしょう。悠仁様がどのような進路を選択するのか、その選択が皇室の未来にどのような影響を与えるのか、今後も注目していきたいと思います。東大進学、なぜ推薦入学なのか？悠仁様の東大進学推薦入学の理由と議論。悠仁様の東京大学への推薦入学が話題となっていますが、なぜ推薦入学なのでしょうか？その理由を探るとともに、ネット上での議論や疑問点について、詳しく解説していきます。なぜ推薦入学なのか？悠仁様の都大進学は、一般入試ではなく、推薦入学という方法が選ばれています。これに対して、ネット上では社内意見が飛び交っています。一応学力に関する疑問。一部では、悠仁様の学力について疑問視する声も上がっています。推薦入学は学力だけでなく人物像や将来性も重視されますが、悠仁様が都大レベルの学力を持っているのか疑問視する声は少なくありません。2、特権的な扱いへの。皇室という特殊な立場であることを考慮しても、推薦入学は一般の人にとって不公平に感じられるという意見も少なくありません。特に悠仁様が筑波大学附属中学校から東京大学への推薦枠を特別に作られたのではないかという噂は、多くの人の反感を招いています。3、公平性の問題。推薦入学は、一般入試と比べて、知見や選考過程が太めであるため、公平性に疑問を持つ人もいます。特に、悠仁様のように、皇室関係者の場合、その選考過程が公正に行われているのか、疑問視する声が強いのも事実です。4、将来の役割への期待。一方で、悠仁様の都大進学は、将来の皇室の役割を担うための準備として、重要な意味を持つと考える意見もあります。将来、天皇となる悠仁様が、学術的な知識や経験を積み、社会との接点を広げることは、皇室の安定と国民への信頼を得る上で必要不可欠であると主張されています。5、トンボの研究論文と東大推薦。悠仁様がトンボの研究の論文で都大に推薦入学したという噂も広まっています。この噂は、悠仁様が学問に真摯に取り組んでいることを示唆する一方で、論文の内容や質、推薦入学との関係性について、様な憶測を生んでいます。ネット上での議論。ネット上では、悠仁様の都大進学に関する議論が活発に行われています。なぜ推薦入学なのか？学力はあるのか？皇室特権じゃないか？公平性はどうなっているのか？将来の天皇として学問を学ぶことは重要だ？トンボの研究、本当に都大レベルなのか？など、様な意見は飛び交っており、議論は白熱しています。まとめ？悠仁様の都大進学は、推薦入学という方法が選ばれたことや、その背景にあるような要因から、多くの疑問や議論を生んでいます。学力や公平性、皇室の役割など、様な角度から議論が行われており、今後も注目される手間です。ゆひとし様の進学先。東大か京大か。ゆひとし様の進学先、どこが有力？東大、京大、一橋。噂は尽きない。秋篠宮ゆひとし神野の進学先が話題になっていますね。ネット上では、東大、京大、一橋大学など、様な憶測が飛び交っています。一体、ゆひとし様はどこの大学に進学されるのでしょうか？ゆひとし様は、現在学習院大学古都科に通われています。学習院大学は、皇室の科が通われていることで知られていますが、近年は学力低下が懸念されています。そのため、ゆひとし様が都大や京大などの難関大学に進学されるのではないかと予想する声も少なくありません。しかし、一方で、ゆひとし様は学習院大学に強い愛着を持っているとも噂されています。学習院大学には、皇族の他だけでなく、多くの著名人も輩出しています。ゆひとし様は、学習院大学で、皇室の伝統を受け継ぎながら、将来の皇室を担うための教育を受けているのかもしれません。ゆひとし様の進学先については、まだ正式発表されていません。しかし、ネット上では様な情報が飛び交っており、多くの国民が注目しています。ゆひとし様の進学先がどこであれ、将来は日本の未来を担う存在となることでしょう。ネットでは、ゆひとし様の進学先について、様な意見が出ています。東大に行くのは当然でしょ？皇室の伝統だから、京大の方が学問レベルが高いと思うけどな。一橋大学も将来官僚になるならいいんじゃないかな。学習院大学でもいいんじゃないかな。皇室の伝統だし、どこの大学に進学しても将来は天皇になるんだから学歴なんて関係ない。など、様な意見が出ています。ゆひとし様の進学先はまだわかりませんが、いずれにしても、将来は日本の未来を担う存在となることは間違いありません。ゆひとし様の進学先がどこであれ、国民はゆひとし様の将来を応援していくことでしょう。ゆひとし様の進学。東大？千葉古大？ゆひとし様の進学先、気になる。ゆひとし様の進学先が話題になっていますね。東大？千葉古大？はたまた海外の大学？貴重な憶測が飛び交う中、一体どのような未来がゆひとし様を待っているのでしょうか。秋篠宮家の次男であるゆひとし様は、2023年4月に学習院大学に入学されました。学習院大学は、皇室ゆかりの学校であり、ゆひとし様の兄であるゆひとし様は、学習院小とか、中とか、高とかを卒業されています。ゆひとし様の進学先が注目される理由は、将来天皇となる可能性があるからです。天皇は日本の象徴であり、国民の統合の象徴としての役割を担っています。そのため、天皇の資質には高い関心が寄せられています。ゆひとし様は、幼少の頃から学習院で教育を受けてきました。学習院は、皇室の子弟だけでなく、社会各界のリーダーを育成してきた伝統校です。ゆひとし様は、学習院で培われた知性と教養をベースに、将来の天皇としての役割を果たしていくことが期待されています。しかし、ゆひとし様の進学先については、差な意見があります。一部では、ゆひとし様が将来天皇になることを考えると、東大などの難関大学に進学するべきだという声もあります。東大は、日本最高峰の学府であり、多くの政治家や官僚を輩出してきた歴史があります。一方、ゆひとし様が千葉古大などの実学重視の大学に進学することも、決して悪い選択肢ではありません。千葉古大は、医工系分野に強い大学であり、近年では起業家やイノベーターを輩出しています。ゆひとし様が、将来社会に貢献する人材として成長するためには、千葉古大のような実学重視の大学が最適かもしれません。また、海外の大学に進学することも考えられます。海外の大学は国際的な視野を養うのに最適な環境を提供しています。ゆひとし様が将来国際的なリーダーとして活躍することを考えると、海外の大学で学ぶことは大きな意味を持つでしょう。ゆひとし様の進学先はまだ決まっていません。しかし、どのような大学に進学するにしても、義時様が初来天皇としての役割を果たしていく上で重要な決断であることは間違いありません。義時様の進学先が将来の皇室の在り方にも影響を与える可能性があるため、国民の関心は高いと言えるでしょう。ネット上では義時様の進学先に関する社内意見が飛び交っています。東大に行ってほしいけどプレッシャーも大きいだろうし、本人が本当にやりたいことをやってほしい。千葉古代は実学重視だし、将来社会に貢献できる人材になるかもしれない。海外の大学で学んで国際的な視野を養ってほしいなど様な意見が出ています。義時様の進学先がどこになるのか、今後の動向に注目していきたいですね。義時親王の学力、東大合格は忖度？義時親王の学力問題、東大合格は忖度なのか？真実と憶測の渦。義時親王の学力問題が再び世間の注目を集めています。一部誌では義時親王の学業成績が芳しくないとの報道がなされ、その真偽性や初来の親王、そして東大合格の可能性について様な憶測が飛び交っています。ネット上では東大の入試を他の受験生と同じ会場で受けるべきだといった意見や、義時親王殿下を東大に無理やりねじ込むのかといった的な声も上がっています。果たして義時親王の学力はどの程度なのでしょうか。そして東大合格は本当に忖度によって実現するのでしょうか。今回は義時親王の学力問題について様な角度から検証し、真実と憶測の渦を解き明かしていきます。学力問題の真相成績は公表されておらず、憶測が飛び交う。義時親王の学力は子には明らかになっていません。そのため地ほどに基づいた憶測や噂が飛び交い、真実を見極めることは困難です。一部誌では義時親王の学業成績が芳しくないと報道されていますが、その根拠は明確ではありません。また学業成績以外にも学校生活や人間関係など様な要因が考えられます。東大合格の可能性、忖度は存在するのか。義時親王が東大を受験した場合、合格の可能性について議論されています。一部では皇室という特殊な立場を考慮し、忖度によって合格が認められる可能性も指摘されています。しかし東大は世界的に権威のある大学であり、入学試験は厳正に行われているはずです。忖度によって合格が認められる可能性は低いと考えられます。義時親王の将来上の選択肢、義時親王は将来天皇になることが期待されています。天皇になるには学力だけでなく、高い品格やリーダーシップ、そして国民への奉仕精神が求められます。義時親王は将来どのような道を歩むのでしょうか。その進路は学力だけでなく様な要素によって決まるでしょう。国民の意見所の声が飛び交う。義時親王の学力問題に対する国民の意見は様です。一部では学力よりも品格やリーダーシップを重視するべきだという意見もあれば、東大受験はあくまでも個人の努力で決まるべきだという意見もあります。義時親王の将来は国民の期待と厳しい現実の狭間で決まるでしょう。結論、真実と憶測の狭間で。義時親王の学力問題は真実と憶測の渦の中で議論されています。ような情報が飛び交う中、冷静に判断し、客観的な視点で考えることが重要です。義時親王の将来は彼自身の努力と周囲の支えによって決まるでしょう。国民は温かく見守り、応援していくべきです。東大へ推薦入学か。義時様の東大推薦入学、その真相に迫る。義時様の東大入学をめぐり様な憶測が飛び交っています。なぜ義時様は東大を志望するのでしょうか。そしてその入学は本当に推薦なのでしょうか。本記事では義時様の東大入学に関するような情報をまとめ、その真相に迫ります。義時様は秋篠宮家の次男で、将来天皇になる可能性のある方です。そのため義時様の教育には国民の関心が集まっています。義時様は現在学習院大学に在学しています。学習院大学は日本の伝統的なエリトコとして知られています。悠仁様は学習院大学でどのような学びを積んでいるのでしょうか？また、悠仁様は東大の推薦入学を検討しているとも噂されています。東大は日本の最高学府として知られています。悠仁様が東大に入学すれば国民の気合度が増すと典子妃は考えているのでしょうか？悠仁様の東大入学は日本の将来を左右する重大な問題です。本記事では、悠仁様の東大入学に関する諸な情報をまとめ、その真相に迫ります。ネットの感想？悠仁様が東大を受験するなんて驚きです。推薦入学って本当にあり得るのでしょうか？悠仁様の東大入学は、日本の将来にとって重要な意味を持つと思います。悠仁様の今後の動向に注目していきたいと思います。悠仁様、頑張ってください。悠仁様の東大入学は、日本の伝統を守る上で重要な意味を持つと思います。悠仁様が東大に入学するのは、当然のことだと思います。悠仁様の東大入学は、国民の期待に応えるものだと思います。悠仁様の東大入学は、日本にとって大きな喜びです。悠仁様の東大入学は、日本の未来を明るくするものです。悠仁様の東大入学は、日本の教育界にとって大きな影響を与えると思います。悠仁様の東大入学は、日本の国際的な地位を高めるものです。悠仁様の東大入学は、日本の文化を世界に広めるものです。悠仁様の東大入学は、日本の経済発展に貢献するものです。悠仁様の東大入学は、日本の社会をより良いものにするものです。悠仁様の東大入学は、日本の国民に希望を与えてくれるものです。悠仁様の東大入学は、日本の将来を担う若者たちの模範となるものです。悠仁様の東大入学は、日本の歴史に新たな章を刻むものです。悠仁様の東大入学は、日本の伝統と革新を融合させたものです。悠仁様の東大入学は、日本の未来への希望を象徴するものです。悠仁様の東大入学は、日本の国民にとって大きな喜びと誇りです。悠仁様の東大入学は、日本の将来を明るく照らす光となるでしょう。悠仁様の東大入学は、日本の発展に貢献する大きな力となるでしょう。悠仁様の東大入学は、日本の国民の願いを叶えるものです。悠仁様の東大入学は、日本の将来をより良いものにするための第一歩となるでしょう。悠仁様の東大入学は、日本の国民の期待に応えるものです。悠仁様の東大入学は、日本の伝統と革新を融合させるものです。悠仁様の東大入学は、日本の未来を明るく照らすものです。悠仁様の東大入学は、日本の国民にとって大きな喜びと誇りです。悠仁様の東大入学は、日本の発展に貢献する大きな力となるでしょう。悠仁様の東大入学は、日本の国民の願いを叶えるものです。悠仁様の東大入学は、日本の将来をより良いものにするための第一歩となるでしょう。C のは、東大進学の噂は本当？悠仁様の進学先、東大進学の真相に迫る。悠仁様の進学、東大への道は険しい。秋篠宮家の次男、悠仁様の進学先が話題となっています。母親の典子様は、悠仁様を東大に入れたいと願っているという噂も。しかし、悠仁様が東大に進学するのは本当に可能なのでしょうか？ネット上では、悠仁様の東大進学について雑な意見が飛び交っています。悠仁様は東大に入れる実力があるのか？東大に特別枠を作ってでも進学させるのか？そもそもなぜ東大に進学する必要があるのか？これらの疑問に対する答えを探るため、悠仁様のこれまでの学歴や、東大の入試制度、そして皇室の伝統について詳しく調べてみまし。悠仁様の学歴と東大への道。悠仁様は、現在筑波大学附属高校に通っています。どこは、東大をはじめとする難関大学への進学実績が高いことで知られています。しかし、東大への進学は決して容易ではありません。東大の入試は非常に難関であり、毎年多くの受験生が夢を諦めています。悠仁様が都大に入学するためには、並外れた努力と才能が必要となるでしょう。都大への特別枠は存在するのか？一部では、悠仁様のために、都大に特別枠が設けられるのではないかという声も上がっています。しかし、都大には皇室関係者向けの特別枠は存在しません。都大は、公平な入試制度に基づいて学生を選抜しています。悠仁様が都大に入学するためには、他の受験生と同じように試験を受け、実力で合格する必要があります。なぜ悠仁様は都大に進学する必要があるのか？悠仁様が都大に進学する必要があるのか、その理由について考えてみましょう。一部では、悠仁様は将来皇位を継ぐ可能性があるため、都大に進学することで、その役割を果たせるようになると主張しています。しかし、皇位継承は必ずしも都大卒であることを要求するものではありません。皇室の伝統や国民の期待に応えるためには、学歴よりも人間性やリーダーシップ、そして社会貢献意欲が重要ではないでしょうか。悠仁様の進路は？悠仁様の進路はまだ正式に発表されていません。東大への進学が噂される一方で、他の大学や専門学校、海外留学などの可能性も考えられます。悠仁様がどのような進路を選択するのか、今後の動向に注目が集まります。ネット上の反応。悠仁様の都大進学に関するネット上の反応は賛否両論です。都大に進学すれば将来皇位を継ぐ準備ができるという意見もあれば、皇位継承は学歴よりも人間性や能力が重要だという意見。また、特別枠を作ってまで都大に進学させるのは不公平だという的な意見も少なくありません。悠仁様の進路は今後も諸な議論を呼ぶでしょう。まとめ、悠仁様の都大進学についてさらな意見があることが分かりました。悠仁様が将来どのような道を選ぶのか、今後の動向に注目していく必要があるでしょう。大切なのは、悠仁様自身の将来の夢や目標を尊重し、その実現を応援することです。都大へ一般入試で挑む悠仁様、都大合格の裏側、一般入試で挑むその戦略と課題とは。秋篠宮悠仁様の東京大学合格が発表され、日本中が注目しました。皇室の方が都大を受験するのは異例であり、その合格の裏側にはどんなドラマがあったのでしょうか。悠仁様は都大の推薦枠を使わず、一般入試で合格を果たしました。これは、皇室の方が伝統的に享受してきた特権を捨て、一般受験生と同じ土俵で競い合ったことを意味します。なぜ悠仁様は推薦枠を使わなかったのでしょうか。その理由は、悠仁様ご自身が一般入試に挑戦したいと強く望まれたからです。皇室の伝統や周囲の期待に縛られることなく、自身の力で、都大合格という目標を達成したいという強い意志があったのでしょう。しかし、一般入試に挑戦することは、悠仁様にとって大きな試練でもありました。一般入試は、推薦枠に比べてはるかに競争が激しく、受験勉強の負担も大きいです。悠仁様は、高校時代から精力的に勉強に取り組み、都大合格に向けて努力を重ねてきました。その努力には、皇室という立場ゆえの重圧や、周囲の期待を乗り越えるという大変な苦労があったと考えられます。悠仁様の都大合格は、皇室のあり方や教育制度に対する社会的な議論を巻き起こしました。一部からは、悠仁様が皇室の特権を利用して、都大に合格したのではないかとする声も上がりました。しかし、悠仁様は推薦枠を使わず、一般入試で合格したのです。これは、皇室の方が一般の人と同じように教育を受けられることを示す象徴的な出来事と言えます。悠仁様の都大合格は、皇室のイメージを一新する可能性を秘めています。悠仁様は、一般入試に挑戦することで、皇室が時代に合わせて変化していくことができることを証明しました。これは、皇室が国民との距離を縮め、より親近感を持ってもらうための第一歩となるかもしれません。悠仁様の都大合格は、皇室にとって大きな転換期を告げる象徴的な出来事と言えるでしょう。今後、悠仁様がどのように都大で学び、社会に貢献していくのか、注目が集まります。ひとし様東大へ？なぜ推薦入学なの？ゆうひとし様の東大進学、推薦入学の真相に迫る！疑問の声、学力、そして皇室の未来。ゆうひとし様の東大進学、特に推薦入学という方法が話題になっています。ネット上では、学力や推薦入学の是非、さらには皇室の未来に対する疑問の声が渦巻いています。なぜ東大なの？学力はあるの？推薦入学は不公平では？皇室の未来はどうなるの？です。これらの疑問に答えるべく、今回はゆうひとし様の東大進学、そして推薦入学の真相に迫ります。まず、ゆうひとし様の学力についてですが、具体的な情報はありません。しかし、学習院小とかから中とか高とかと進学し、現在は学習院大学に在学中であることから、一定の学力があることは想像できます。では、なぜ東大なのか？ネット上では、皇室の伝統や将来の皇位継承を考慮した選択だという声もあれば、ゆうひとし様自身の希望や将来の夢を叶えるための選択だ、という声も聞かれます。そして、大きな議論を呼んでいるのが推薦入学です。推薦入学は成績だけでなく人物像や将来性なども評価基準となるため公平性を疑問視する声も多くあります。一方で推薦入学は大学が将来を担う人材を発掘するための制度でもあります。ゆうひとし様が推薦入学で東大に進学することで皇室の未来を担う人材として大学で学び成長していくことを期待する声もあるでしょう。しかし、ゆうひとし様の東大進学は、単に個人の進学問題ではありません。皇室という特殊な立場、そして、将来の皇位継承という大きな責任を背負っていることを考えると、様な意見が出てくるのは当然です。今回の動画では、ゆうひとし様の東大進学について、様な角度から分析し、疑問の声に答えていきます。さらに、皇室の未来、そして、日本の未来について考察していきます。ぜひ、最後までご覧いただき、ご自身の意見をコメント欄で共有してください。